吉本プラモデル部、はい、チャーリー板垣です。はい、今回のレアキット選手権ですね、こちらでフォッカーさん作って、はい、作ったんですけど、はい、まさかの僕2回目の登場です。まあそうですね、レアキット選手権なんですけど、やっぱりガルパンが作りたいんですよ。自分のガルパンが好きっていう気持ちを抑えられないので、はい、それでやっぱりガルパンの方を作らせていただきます。ということで、はい、ガルパンのレアキットは、はい、こちら、セントグロリアーナ呪縛のチャーチル歩兵戦車。はい、セントグロリアーナのチャーチル歩兵戦車、こちら作りたいんですけど、はい、ガルパンのキットじゃないんですけど、戦車のもっとすごいレアキット実は持ってるんですよ。まあ、それが、はい、あ、こちらですね。はい、こちら、まあ、箱が結構色あせてるんですけど、この戦車、はい、ドイツのエレファントですね。エレファントなんですけど、これどこから出てるか分かりますか？これ実はですね、あ、分かりますか？ここ、はい、そうですよ、バンダイですよ。ということで、今回はこのバンダイ版の、48分の1のエレファント、エレファントはドイツの戦車なので、そう、こちらを黒森峰仕様に、はい、改造していきたいと思います。今開けてみたんですけど、うん、そうですね、うん、悪くないですね、バンダイさん、うん、まあそうです、他の戦車メーカーと比べると結構こういう、パーツですね、こういう細かいパーツが結構太めに作られてるような気はするんですけど、うん、全然多分組み上げたら悪くない気はするんですよ。まあ、あとさすがのバンダイですね、うん、バリが見た感じ見当たらないです。とりあえず、はい、じゃあエレファント組んでいきたいと思います。はい、やっぱどこのメーカーも天輪から作らせるっていうのは変わらないんですね。で、しょっぱらなんですが、この D1D2 が、はい、これもう分からなくなると思ったんですよ。これですね、 D1D2、 はい、もう上から見たら分からないじゃないですか。まあ、横から見るとこの D1 の方がへこんでて、 D2 の方が、まあ、突起になってるんですけど、まあ、作ってる最中に分かんなくなるのをちょっと防止するためにこんな感じで、ジップロックに小分けで、入れておきました。これ戦車以外にも同じようなパーツてか似たようなパーツが複数ある場合はこの手使えますので、皆さんもやってみてください。こちらのパーツ、まあ、ゲートの位置がここ、はい、ちょっと際どいとこにあるんですよ。この場合ですね、この場合僕はそうですね、こうします。まずここ、まあ、このゲート見えますかね、ここ、はい、まあ、余裕を持って、はい、まあ、二度切りと同じように、まあ、ちょっとゲート残しで切るんですけど、このまんまだとニッパーの刃入らないので、こんな感じでこれラジオペンチでまずゲートをこういう風に、つまんだ後、こんな感じで、ラジオペンチで折り曲げちゃいます。最後に刃が入るようになったので、デザインナイフで、そのゲートをぶった切っちゃえば、はい、もうこれで綺麗に仕上げることができます。機動輪と誘導輪作ったんですけど、うん、これも説明書見ても実物見ても、はい、うん、どっちがどっちか分かんなくなりそうだったんで、もうこれも、はい、先ほどの、D1D2 分けたところに、一緒に入れておきました。ちょっと先に、飛ばして、方針作ってたんですけど、方針これちょっとやばいですね、なかなか、まあ、長さが違う、うん、長さが違うははめ込んだ時に、まあ、位置が間違わないようにっていうのは分かるんですけど、パーツで、もうあからさまな、ちょっと隙間ができちゃってるんで、はい、こちらも、パテで埋めていきたいと思います。瞬間からパテで隙間埋めました。じゃあこれをやすっていきます。方針の高さや合わせ目等を、はい、こちらヤスリで削ったりして綺麗にしました。こちらの、戦車の後ろの部分ですね、こちら、一箇所改造を施してます。で、改造前の写真を今多分出てると思うんですが、はい、じゃあ改造箇所はどこでしょう。正解はこちら側の、はい、リベットを、はい、ちょっと、ね、左右対称になるように、
はい、改造いたしました。この横についているハンマーのパーツ、ハンマーのパーツなんですが、こちら、なかったので、このバンダイさんの、エレファントのランナー、これを駆使して自作いたしました。はい、ということで、エレファント、まあはい、なんとか形にしました。まああれですね、バンダイさんの戦車、うん、まあ、作ってみて感想はこれ、愛はめちゃめちゃいいです。気のせいではないと思うんですけど、うん、全体的にパーツが丸みを帯びてる気がしますね。で、まあ、ガルパンバージョンと、うん、ちょっと違うんですけど、うん、これ完全に一緒にしちゃったら、だったらこのキット使う意味がないなと思いまして、うん、まあ、ある程度バンダイさんの、まんまを残して、で少しガルパンバージョンに改造という形にいたしました。それにしてもあれですね、48といい、結構でかいんですよ。3号の、35分の1ですね、それの抽選者くらいの、まあ、大きさはあるんで、うん、まあ、エレファントってめちゃめちゃでかいってことが、まあ、よくわかりますね。それではじゃあ塗装いきたいと思います。最初の方に分けた天輪、うん、もうこっちが、D1 と機動輪、こっちが D2 と、後ろの、誘導輪ですね。まあ、あとはこの本体、これを塗るだけなんで。じゃあまず下地選びですね。まあ、下地は今回はそうですね、もう王道でこれでいきます。はい、オキサイドレッド、まずこちらを使いたいと思います。オキサイドレッドで、はい、まずオキサイドレッドのサフですね、こちらで、はい、塗装いたしました。次なんですが、まあ、そうですね、まあ、ここは王道でこれですね。はい、ダークイエロー、まずダークイエローを上に塗装していきたいと思います。ダークイエローで塗装いたしました。はい、で次は、まあ、ハイライトっていうかグラデーションですかね、入れるためにダークイエローに白を混ぜたものを吹きたいと思うんですが、ちょっとエレファントに、何でしょう、緑感が、うん、あるような感じがしたので、あのダークイエローに白じゃなくてこれ、はい、グリーンホワイト、こちらを混ぜたものでグラデーションつけていきたいと思います。どうですかね、結構露骨にグラデーション入れてみたんですけど、このまんまだと、うん、やっぱり明るすぎるっていうのは思ってるんで、全体的にこれですね、はい、クリアーブラウン、これと少しですけどこれ、はい、クリアーブラックを混ぜた、まあ、ちょっと暗いクリアーブラウンを作って、それを全体的に、はい、塗装して、ちょっと落ち着いた感じの色にしたいと思います。吹いてみたんですけど、いい色合いはしてるんですけど、ちょっと思ったのと違うんですよね。なんかもしかしたらなんですけど、これちょっと明るすぎる、気はするんで、緑っぽさあるってさっき言ったじゃないですか。それを信じてみて、クリアグリーンとクリアブラックを混ぜたもの、そちらをちょっと上にコーティングしてみたいと思います。暗くなってだいぶ良くなりましたね。はい、じゃあ、この上にですね、さらに、そうですね、もうシンプルにこれですね、クリアブラック吹けば、だいぶ暗くなると思うんで、それでフィニッシュしたいと思います。 OK です。もういい感じの色合いにすることができました。で次はこの黒森ミネデカール、こちらを、はい、貼っていきます。デカールの方を貼りました。で次はですね、戦車に貼る予備履帯、こちらも、まあ、ちょっとこちら、ガルパンバージョンだとこの履帯の数がちょっと違ったので、こちらあの切り貼りして、数合わせました。でこちらを塗っていきたいと思います。ガンメタで塗装いたしました。ついでなんですけど、こちら天輪のタイヤと、後ろの、ハンマー等などなど、筆塗りする箇所も、はい、一気に終わらしちゃいました。じゃあ早速こちら組み上げていきたいと思います。なんとか全てのパーツ取り付けました。やっぱ何度やっても履帯ベルトつけるの、これが一番苦戦しますね。で次はウェザリングといきたいんですが、その前にあのこれデカール貼ったんですけど、何もコーティングしてないんで、それも兼ねてクリア拭こうと思うんですが、ちょっと今回、いつもだったらトップコート拭いてるんですが、それだったらちょっと乾燥時間が待つのが大変なんで、今回はこれを使います。ドン、ダイヤノーツさんの EX セミグロスクリアープレミアム不素入り、こちらの半光沢、これでコーティングしていきたいと思います。セミグロスクリア吹いたので、次は、フィルタリング兼ウェザリングやっていきたいと思います。
じゃあ使うのは、うん、もうちょっと暗くしたいんで、これですね。はい。ミスターウィザリングカラーのマルチブラック。こちらを、はい、全体的に塗っていきたいと思います。ウィザリングをして、こちら落としたので、最後にもう一つウィザリング。こちら。はい、ウィザリングマスターで、はい、ウィザリングをして、完成させたいと思います。はい。ということで、はい、エレファントの方、完成いたしました。完成したエレファントが、はい、こちらです。ということで、こちらが完成したエレファントでございます。完成したエレファント黒森峰仕様でございます。うん、やっぱバンダイさんもやっぱりちゃんとしっかりした戦車作ってるんだなって、はい、思いましたね。全然作ってそんな悪くないんですよ。むしろなんでやめちゃったのかなっていう感じもするんですけどね。パーツ同士の愛もめちゃめちゃいいんで、うーん、これやめるにはすげー惜しい気はするんですけどね。これ金型とかがもうないんですかね。ちょっと詳しいことわかる方いらっしゃいましたら、ぜひともコメント欄にてお願いいたします。で、まあ、いつもだったらそれで他のメーカーさんのオプションパーツとかつけたりしてるんですけど、今回はあえてこのキットの素材のみ、まあ、ちょっとこの黒森峰のデカールは、まあ、モデルカステンさんのなんですけど、まあ、なるべくそのキットだけでこちらガルパン仕様に近づけました。ということで、はい、今回作ったエレファント、うん、48分の1のサイズスケールですか、それ作るの初めてだったんで、まあ、案外その小さいって感じは、うん、全くしなかったんで、うん、これこれでめちゃめちゃ楽しかったですね。ということで、はい、今回のレア充企画ですね。はい、私チャーリー高木2回目やらせていただきました。はい、よろしかったらチャンネル登録、高評価の方お願いいたします。いや、ちょっとそうですね。うん、終われないですよね、このまんまじゃ。はい。ね。まあ、ちょっとせっかくなんで、レアキットではないんですけど、はい。他の方々が台座というか、ジオラマですね、作っていたので、ちょっと私、チャーリー、ジオラマというものに初挑戦してみたいと思います。台座に使うものなんですが、まあ、やっぱり、エレファント、これですね。このエレファントが、はい、バンダイさんのエレファント、まあ、バンダイさんから出てますので、はい、台座もバンダイさんのものを使おうと思いまして、こちらを用意しました。はい、アクションベース。これ、まあ、ガンプラ用のアクションベースですが、うん、まあ、これをなんとか、うん、まあ、うまくいくかわかんないんですけど、とりあえず、ジオラマチックに台座、作っていきたいと思います。ベースはこの台座。この台座に、エレファントをこう乗せて、うん、まあ、成立するっていうんですかね、うん、まあ、いい感じになるようにしていきたいと思います。アクションベース、こちらですね、あんまり使い慣れてないんでうまくできたか分かんないんですけど、ちょっとデューターそちらを使って、まあ、ボロボロな感じにしてみました。まずこちら、下地はこれですね、先ほども使ったこれガンメタ、これを下地にしていきたいと思います。わかりますかね、これ。あ、こっちの方がわかりやすいですね。はい、一度ガンメタで下地整いました。じゃあ次に上に塗る色なんですけど、この床をステンレスっぽくしたいんでこれを使います。はい、こちら、はい、リトルアーモリーカラーのステンレスシルバー、これで、グラデーションチックにシルバー吹いていきたいと思います。はい、ステンレスシルバーで、塗装しました。うん、いい感じになったんですけど、ちょっとシルバー感が強いかなと思いましたので、上に軽く、上にですよ、はい、ニュートラルグレー3、こちらを軽く吹いていきたいと思います。はい、上にニュートラルグレー3を吹いて、色を、まあ、シルバー具合抑えました。次なんですけど、このパイプ部分を筆塗りで塗装したいと思います。使う色はこちら、はい、焼き鉄色ですね。はい、まあ、焼鉄色なのかちょっと、はい、これも読み方自信はないんですけど、とりあえず焼き鉄色を筆塗りで
塗っていきたいと思います。パイプの方焼き鉄色を使いまして、この黒い部分は、ミスターメタリックカラーのダークアイアンを使いました。次は、今までちょっと苦手だったんであんまり使ってこなかったんですけど、エナメル塗料のこちら、はい、キサビ、これでちょっと部分錆びさせたいと思います。はい、どうですかね、初めてこうやってキサビを使って、メタリングやってみたんですけど、うまくできてますかね。で続いては、黒くする、全体的にまた、黒くしたいと思うので、こちら、はい、もう一度ミスターウェザリングからマルチブラック、これを使っていきたいと思います。はい、どうでしょうか、だんだん、うん、いい感じになってってると思うんですが、お次は、まあ、こういう隙間ですね、隙間からちょっと草が生えてるみたいな演出したいなと思いまして、こういうの買ってみました。鉄道模型の大手の加藤さん、そちらから出ている、こちらフォーリッジ、まあ、草ですね、はい、でこれもやったことないんで、まあ、ちょっとあの見よう見まねでまたやってみたいと思います。はい、隙間から草生やしてみたんですけど、どうですかね、ちゃんと草生えてるように見えますかね。初めてやってみたんですけど、そんなに難しくなかったですね。まあ、最後にこれですね、まあ、ウェザリングマスターでもうちょっと汚し入れてみたいと思います。なんとか台座完成して上にエレファント乗せました。完成したものがこちらです。ちょっとさっき後ろ姿だったんで、はい、今回ってくるのもあったんですけど、はい、こちらが完成したエレファントですね。はい、どうですか。うん、結構台座作るのこれ楽しいんですね。いやうん、なんでしょうね、まあ、ガルパンだとこんな世界は、うん、ちょっとないかもしれないんですけど、うん、まあ、イメージ的にはちょっとゲームの世界、そんな感じをイメージしてこちら台座作りました。でこの台座、実はなんですけど、これエレファントだけじゃなくて、こちら、レア充の僕の1日目のこれですね、はい、フォッカーさんが乗せても割と様になるんですよね。ということで、レア充僕の2日目というか2回目ですね、はい、エレファント、はい、バンダイさんのエレファントを作らせていただきました。でそれと、1回目に作ったこちらフォッカーさん、はい、僕はこの2点を、はい、作らせていただきました。でやっぱそうですね、やっぱフィギュアも戦車もめっちゃ楽しいっす。でなおかつ、初めてちょっとジオラマ挑戦してみたんですけど、あ、一応戦車乗ってないバージョンは、こちらですね、はい、はい、こちらが戦車乗ってないバージョンとなりますけど、うん、このジオラマも、ちょっと面白かったんで、いろいろそうですね、清志さん等に、はい、教わりながらジオラマも挑戦していきたいなと思いました。皆さんもご自宅に眠ってるレアキット、まあ眠ってなくてもいいんですけど、はい、レアキットあったら、うん、まあ、作ってみたらいかがでしょうかね。ちょっとこの裏にガルパンの戦車10両ほど積んでる僕が言うのもなんなんですけど、とにかく、はい、レアキットぜひとも作ってみてください。以上、吉本プラモデル部チャリー高木でした。